小川慎一は、日本の政治家。日本社会党に所属し衆議院議員、参議院議員を歴任。岩手県我が軍東和町を生まれ、岩手市範学校卒業。小学校教諭を経て、1959年に、岩手県教職員組合委員長。1961年に、中学生の全国一斉学力テストの反対闘争を組織し、 地方公務員法違反容疑で逮捕される。1971年の第9回参議院議員通常選挙と1974年の第10回参議院議員通常選挙に岩手県選挙区から日本社会党公認で出馬したが落選。1976年の第34回衆議院議員総選挙岩手一区に日本社会党から立候補し、 初当選。1979年の第35回衆議院議員総選挙と1980年の第36回衆議院議員総選挙に続けて立候補したが落選。1983年の第37回衆議院議員総選挙で再び当選。1986年の第38回衆議院議員総選挙で落選。 翌1987年の第13回参議院議員通常選挙補欠選挙、岩手県選挙区に立候補し、売上税反対を掲げ、自由民主党の候補を破って当選。売上税法案を廃案に追い込むきっかけとなった。岩手選挙区での日本社会党の当選者は、渡辺寛吉以来25年ぶり、以後2期務める。1988年、 参議院災害対策特別委員長。1994年、第46代参議院議員運営委員長。1995年の、第17回参議院議員通常選挙には、立候補せず引退。2002年11月24日に、急性大動脈解離のため、森岡市の病院で死去。去年83。ありがとうございます。